グスタボ・モリーナは、ベネズエラ・バルガス州、ラクアイナ出身の元プロ野球選手、ウトを右打ち、2000年1月3日に、シカゴ・ホワイトソックスと契約を結んだ。その後、7年間マイナー生活を過ごした。2007年は、DL 入りしたトビーホールに代わって、開幕をメジャーで迎えた。4月2日にメジャーデビューを果たした。2007年7月30日に、 ボルチモアオリオールズへトレードされた。オフの10月29日に FA となった。この年はメジャーに球団合計で17試合に出場した。2007年12月4日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。2008年はメジャー2試合の出場にとどまり11月3日に FA となった。2008年12月23日に ワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。2009年11月9日に FA となった。2010年1月29日にボストン・レッドソックスとマイナー契約を結んだ。6月29日にビクター・マルティネスの DL 入りに伴いメジャーに昇格した。7月18日に DF となり、10月6日に FA となった。 2010年12月15日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。2011年はメジャーで3試合のみに出場し、ほぼトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリレールライダースでプレーした。8月19日にリーフとなり、マイナー A 降格した。10月3日に FA となったが、12月15日にヤンキースと再契約した。2012年11月3日に FA となった。2012年12月6日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。2013年のスプリングトレーニングに参加した。2013年5月7日にアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約した。シーズン終了後に退団した。2014年はベネズエラのウィンターリーグのみでプレーした。2015年は アトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスでプレーした。2016年も所属しシーズン終了後に退団した。2017年はアトランティックリーグのブリッジボートブルーフィッシュでプレーした。2018年はイタリアンベースボールリーグのリミニベースボールクラブでプレーした。ありがとうございます。